Lima Spanky Radio Gloaming Nation。南信州松川観光まちづくりセンターと豊岡村観光協会豊岡旅時間の提供でお送りします。FM 長野マジックアワーをお聞きの皆さん、新田さんこんにちは。水曜日のこの時間はグリムスパンキーレディオグローミングネーション、グリムスパンキーギターの亀本ひろきとギターボーカルの松尾レミがお届けしていきます。ここは長野の黄昏時に現れる私たちの架空の国、グローミングネーション。今日もここだけでしか聞けない話をたっぷりお届けしていきます。はい、実はですね、今ね、昨日、フジロック出演しまして、でそのライブが終わって次の日、まだね実はね、会場なんだよね、苗場プリンスホテルに今いるんですけども。そうなんです、ここは苗場です。そうです。ということで、もうライブ終わりほやほやという感じなんです、はい。だからちょっとフジロックの感想をまずね言っていこうと思うんですけど、あのグリムスパンキーは18時10分からホワイトステージでライブでした。でね、最初小雨が降ってて天気も結構悪くなるって聞いてたんです。でやばいなって思いながらあのステージ出たら、なんとその雨が止みまして、と思ったらですね、大きな虹がかかりまして、もうライブのね序盤よ、もうこれは最高だと思って、そっからテンション上がって、とても気持ちよくライブができました。本当後ろまでねいっぱい来てくれて最高だったね、そうですね、まあすごい気持ちよくライブできましたよね、なんかどうですか松尾さん、結構感無量だったじゃないですか、久々のフルバンドでフジロックでね、大きなステージで。本当、いや本当最高に気持ちよかったし、あのスネイルメールのね、でグリムスパンキーでダイナソージュニアっていう並びね、でコーネリアス、ここさ普通に私リスナーだったらここ張り付きだな。ああ、いいよね、みんなかっこいいもんね、そうで最後にジャック・ホワイトが見れて、もうめっちゃ、私はねあのジャック・ホワイト一人でね見に行ったんですよ、で結構後ろの方で見てたんだけど、もうねセブン・ネーション・アーミーが聴けて、そうだね、セブン・ネーション・アーミーありましたね最後ね、泣いた。でもさ、なんか本当にさすごかったよね、こうなんかめちゃくちゃロックスターだったし、なんか本当にここ3年ぐらいさ海外のアーティストのライブを見れる機会っていうのもなくて、なんか久々にうわ本物のギターヒーロー、ギタースター、ロックスターがワールドワイドなスーパースターのサウンドを聴いてるっていう感覚すげえ久々で、2日前のさヴァンパイアウィークエンドとかもそうだったんだけど、なんかすごい、なんかそういう感覚がやっぱ刺激、やっぱさ自分が音楽続けていく上でさ、そういう刺激って絶対必要じゃん、大事じゃん、そうなんかすごいそういうの思いました。これがないとやっぱりなんかこういう刺激がないと続けていくの難しいなって僕思ったぐらい、そうだね、本当フジロックはいつもいいものを私たちに与えてくれますね、本当に。はい、そしてまたグリムスパンキー、あのオーバーライトショーね、リキッドショーが入りまして、いや最高でした、ね、いやこれリキッドをフジでやるってめっちゃかっこよくない？いやなんかいろんな人がさスクショしたのとかさ送ってくれたりしてるんだけどさ、なんかあのこういう感じでさ言うのあれだけどさ、あの結構ね映えてて、映えてたね、映えてます、もういや普通にこうフジでホワイトでリキッド打つっていうのはもうあのかなりいいことをしたなと。いいこと、いいこと、世のため人のため、いやというかもう ロックのいいこと、いやロックのそのカルチャーのために、はいはいはい、そうそうそうと思いますね、終わりながらね、自分で言うけども、はい、すいません自己満足タイムでした、はい。そしてついにね本日ですね、ニューアルバム Into the Time Hall リリース日ということで、イエーイ、グローミングネーションではですねちょっと拡大版ということで、このアルバムのねお話ししていこうと思うんですけども、どうですか新作、松尾さん出来栄えの方は。今回のアルバムは、プロデューサーも入れてないしね、そうだね、そうあのすごくこう自分たちのできる範囲内でこう、ね細かくこう頑張ったね、頑張ったので、まあ、まあいつもそうだけどね、まあ、プロデューサー入れるって場合も別にグリムスパンキーあの1曲あの曲単位で入れるから、その全部やってもらったっていうのはあの一番初期のデビューの1枚しかないんだけど、まあ、あのどんどんこう自分たちでできることが増えていくので、こう自分の、こだわりがより強く出せるようになっていったという感じで、結構1曲1曲違うアプローチもしているし、まあ様々実験もしているので
楽しんでいただけたらいいなと思ってます。そうだね、結構サウンドが今までよりも、まあ、なんか全体的な印象としてね、まあ、結構現代的なサウンドになってると思うから、うん、であのシグナルはいらないとか形ないものとかすでにライブで披露してるんだけど、うん、多分ねライブ映えもすごいする楽曲たち になってると思いますんで、ぜひねツアーとかで体感してほしいと思いますよね、うんうん、そしてシグナルはいらないという楽曲、これが FM 長野の8月のパワープレイに決定しました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいな。朝の番組オアシス797、土曜日の番組、サタデー D でも私たちのメッセージがオンエアされますので、ぜひぜひ皆さんこちらも聴いてください、はい、では、1曲まず流そうと思います、これはですね一番最初に、アルバムの中から先行配信した楽曲で、まあ、みんな今の時代だから届けたいなっていう歌詞を書いたし、時代を超えて、みんなに届くような普遍的な、部分も持ち合わせていて、すごくこう好きな曲が書けたなと思います。結構ブリティッシュロックのアプローチも気に入ってて、はい、聞いてください。グリームスパンキーで形ないもの。どんな明日もいい日になるさ、悲しみも抱いて歩いて行けたら、どんな季節も気づけば過ぎて、どんよりとさはやっと後でわかる、好きな場所が しているのはグリムスパンキーで形ないものです。はい、いやこの曲はね結構アルバムの割とね今年に入って、ね、早い段階にレコーディングし始めたんですけど、これさ、まあ、自分たちでさっきアレンジしてるって話したんだけど、全部あのトランペットのさ感想のフレーズとかもさ、うん、全部さ僕がメロディー作ったりしたから、そうそう、あれメロディー僕が作ったんですよ。いやあれいいですよ。あ、いい、うん、本当ありがとうございます。松尾さんにメロディー褒められてしまいました。はい、まあ歌メロは私が全部作ってるけどな。なんだこれ。まあそんな感じですごい、ね、あの手錠にかけて作った楽曲ですのでね、ぜひ皆さんあのたくさん聴いてくれたら嬉しいと思います。次の曲じゃあお願いします。はい、次の曲は結構アルバムの中の最初の導入部分で、うん、大切な曲になっております、うん、じゃあまずは聴いていただきますか、グリムスパンキーでレイトショーへと。
降り注ぐ星屑は偽物だけれど、現実だと思えば傷だらけの心も忘れられるから、これ以上の薬はない。スクリーンが胸の内描き出す見えないもの代わりに映して、何度だってお届けしているのはグリムスパンキーでレイトショーへとです。はい、この楽曲もね、僕も手錠にかけましたよ。ああ、そうね、もういろいろなサウンド、まあ、ギターももちろんだし、本当にあのシンセサイザーとかの音をたくさん僕が作り込んで、うん、やって全部打ち込みで作ったのね、うん、最初で。だけどその、須藤さんっていうベーシストの方に弾いてもらったんだけど、まあ、この楽曲もしかしたら須藤さんのベースすごい合うかもしれないなと思って、うんうんうん、須藤さんに生のベース入れてもらって、うん、もうそれもめっちゃ聴いてますよね、うんうん、めっちゃ聴いてる、うん、あのね、結構ねリクエスト、無茶なねリクエストしたんですよ、うん、その須藤さんに、うん、例えばあのベースソロというか、うん、感想部分があるんですけど、あそこかっこいいよね、うん、そこでなんかちょっとこう、ここはちょっと不思議ななんか怪しい雰囲気出したいから、あのちょっとアダムスファミリーみたいな感じだったりとかちょっとこうティム・バートンみたいな感じでとか言って、なんかいろいろこう変なリクエストをね、適当なアーティストっぽいリクエストだね、そうそうそう、したら「あ、分かりました」っつって、うん、すぐやってくれて、そういう感じの、うん、そうだよね、でちょっとディズニーのさ「ナイトメア・ビフォー・クリスマス」みたいなさ、うん、まあティム・バートン的なさ、うん、あの不穏な感じ、うんうん、をねうまく出してくれてね、さすがだなって感じです。そうですね、この曲でさアルバム始まってくのとか結構今までとは違うさテイストで皆さんびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、僕はすごい聞いてますね。ねえ、いいね。ということで次じゃあまた曲からいきますか。お願いします。はい、グリムスパンキーで It's a Sunny Day。手招きをしているような芝生に腰を下ろしてぼっと眺めてた、遠くに見えるのは羊の群れ。しているのはグリムスパンキーで It's a Sunny Day という曲です、うん、これはこれでさ打って変わってなんか結構さ、うん、あのソリッドのギターサウンドでいいですよね。もうバンドサウンドで一発撮りでやりましたね。松尾さんがエレキ弾いてるんだけどさ、いきなり最初さ結構さきつめのパズで始まるのがいいですよね。イーラ、そう、うん、あのダーティーな感じで、ね、そう、僕のパズを使ってね松尾さんが弾いてる。そうそうそう、イーラこのなんかあの下手馬みたいな、いや確かに下手馬を入れさせてもらうけど、うん、いやでもいやでもね、なんかそういうのって上手い人が下手っぽく弾いてもダメなのよ。わかるわかる、うん、なんか本当にその人ナチュラルな素の演奏が出ないと僕はあんまかっこよくないと思うから、すごく僕には弾けない演奏をしてるからすごく素敵だと思います。ありがとな、うん、この楽曲はですね、コロナ禍になる前にイギリス旅行に行ったんですけど、その田舎のイギリスだったんです。だから芝生に羊ちゃんがいっぱいおって、でなんか雲も流れていたり、こうすごく気持ちいい雰囲気だったんですよね。でそういうのって結構ね、長野県の、うん、あの山のさ、あの稲あたりのさ道路とかさ、うん、なんかすごい似てんだよね、うん、ちょっと、うん、
だからすごくね、そういう自分の地元のあたりを思い出したりとか、あとこういう今とてもさ生きづらい世の中でさ、いろんな問題があるけれど、うん、こういう穏やかな空気がいつまでも続いてほしいなって思って、こういう歌詞、こういう曲を作りました。はい、すごくこうバンドサウンドがラフな感じのバンドサウンドになっていて、うん、ギターソロもめっちゃいいメロディーだからね。いいでしょ、メロディーがいいでしょ。うん、いい。あのぜひドライブしながら長野県のね、なんかいいところを走りながら聴いていただけると嬉しいです。はい、では続いて、グリムスパンキーで、結構このアルバムを作り出した一番最初ら辺に、原型ができてきたという。そう、僕はあの2020年にリリースしたじゃないですか、アルバム、ウォーキングファイヤー、あれを出した後に次のアプローチはどういう風にしていこうっていうのを、もあの構想を練ってる時に作り始めた第一弾だったの、これが。そう、実はで、なんかあの結構ねソリッドなあの曲何曲か作ってきたけど、結構このブレスを切り裂いてっていうのはね、なかなかこうインパクトが強い、あのサウンドだったりとか、曲の、音符のアプローチみたいなのが攻めてるかなと思っていて、いやこれもさ、なんかまあ最近さ、松尾さんさ、フジロックとかでもそうだったけど、まあ、ハンドマイク増えてるじゃん、でこの曲もまあさ、その多分ハンドマイクだと思うんだけどね、パフォーマンスするとき、これ結構ライブでやったらパンチ出るんじゃない。そうだね、松尾さんハンドマイクだったら。どうですか。そうですね、あのメロディーだったりとか、あのコーラスの重ね方も、ね、歌が結構映える曲だよね。そうそうそう、そういう風に作りましたので、はい、結構これも現代においてのいろんなこう問題だったり、いろんな感じることを曲にしたいなと思って、作りました。人それぞれでいろんな捉え方ができると思うんで、楽しんでいただけたら嬉しいです。聴いてください、グリムスパンキーでドレスを切り裂いて。噛んだ唇に滲んだ赤い血のルージュ、息を吸うほどに苦しくなるのはどうして。お届けしているのはグリムスパンキーでドレスを切り裂いてでした。うん、かっこいいんじゃないですか。うん、はい、なかなかこう攻めてますね。はい、はい、ということで、ぜひ皆さん、グリムスパンキーの新しいアルバム Into the Time Hall の感想または曲の感想も、聞かせてください。お便りお待ちしてます。はい、お願いします。今日はご紹介できませんでしたが、来週からたくさん、そういう皆さんのメッセージも紹介したいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ご参加は FM 長野マジックアワーのホームページからお願いいたします。では、今日はこのあたりでお別れです。お相手はグリムスパンキーギターの亀本博樹と、ギターボーカルの松尾レミでした。ではまた水曜日の黄昏時にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。グリムスパンキーラディオ、グローミングネーション。Magical is happening between us, it still feels natural. だんだん好きになるたび、だんだん好きになるたび、だんだん好きになるたび。
旅へ。豊岡村の大自然の中を自転車に乗って旅してみませんか。花や景色の鑑賞、さまざまな体験コンテンツが自転車の利用で楽しさも感動も倍増。南信州豊岡旅時間のレンタサイクルをぜひご利用ください。グリーマスパンキーラディオグローミングネーション。南信州松川観光まちづくりセンターと豊岡村観光協会豊岡旅時間の提供でお送りしました。